オーバーブースト超雑機体解説フリーダムガンダム、動きはかっこいい2500コストの万能機、射撃 CS のジャスティス呼び出し、 N で照射、自己狙いやお気に、横でビームを自連射した後に実弾を撃つ、牽制や弾幕に前で突撃、当たると4段格闘、最後にスタンする、突進速度と誘導がいい、結構強い、特殊のフルバースト、重厚補正弾速が良く、着地取りは押し付けに、構える時のガションって落とす機、特角の横回転、メイン、下メイン、サブ、下サブ、特殊、格闘、下格闘などいろんな行動につなぐことができる。サイド特角を使うと横に高速移動が可能、あがきや暴れ、ロック保存での攻撃などうまく使うことでフリーダムの強さを発揮できる。他にも強力な BD 格闘や隠す技のミーティアで相手をぶっ壊し、こう脳汁ポイントはフリーダムハイパー。友人が2万円負けたらしい。パチンコほどほどにね。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。あと対戦実況も出しているのでよかったら見てね。それでは、オーバーブースト超雑機体解説デルタプラス、変形軌道で相手を翻弄していく2000コスト、メインのビームライフル、いつも通り2連射できる、サブのグレネードランチャー、 N で足を止めて単発弾、レバー入れで足を止めずに撃つ、振り向きメインから落下可能、特殊のジェスト呼び出し、 N でビームと実弾を連射、レバー入れで突撃、誘導がいいんだけど射程が短い、メインで落下可能、変形メイン、ビームとグレネードを撃つ、2連射可能で置き打ちや曲げ打ちしやすい、サブの突撃、射撃をしながら相手に向かっていく、格闘にキャンセル可能、奇襲性が高く優秀な攻撃、特殊でビームマグナム、コンボ締めや追撃に効果力、格闘にも強化が入っていて横格闘が新規モーションに、そして新規派生にシャアセを追加、手早く終わって受け身負荷ダウン、補正が良くて追撃すると普通に300ダメージとか出る、振り向きアメキャンがなくなって動きにくくなったけどダメージのいかれたシャアセで相手をぶっ壊していく、脳汁ポイントは失うものがなくなった時の横角ぶっぱ、切れちまったよ横角フローゼ。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。あと対戦実況も出しているのでよかったら見てね。オーバーブースト超雑機体解説ガーベラーテトラ、近距離が強い2000コストのおばさん、メインのビームマシンガン、拡散範囲が広く近距離ではものすごく強い、中遠距離では全く機能しないため注意、サブの 110mm 機関砲、弾速と集団性がよく使いやすい、15連射可能、射撃 CS のサーベル投擲、ためが3段階あり最大まで貯めると鈍速を付与する、弾速が良く着地取りは硬直に当てたり、コンボの締めに刺して鈍速を与えたりなど、特殊のゲルググマリン呼び出し、 N で2機でバルカンを撃つ、レバー入れで時間差突撃、範囲が広く誘導もいい感じ、サブで落下可能、格闘 CS でシュルムブースター装着、機動力向上、メインとサブの連射数が増加、特角の性能が上がり連続使用可能、強力な次元強化で攻めるきっかけを作りやすい、射撃 CS で鈍速を狙い近距離戦を仕掛け強力なメインで破壊していこう、ノジルポイントは格闘特化化成とスタイリッシュな隠せ技、ガーベラー好きかっこいいよね。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。あと対戦実況も出しているのでよかったら見てね。それでは、オーバーブースト超雑機体解説ドレッドノートガンダム、ドラグーンを生かして射撃戦をしていく2000コスト、サブのプリシスビームリーマー、メインに連動して2本のビームを打つ、サイドサブでも攻撃をしてくれる、下サブで切り離して射撃、足を止める射撃からサブを使うと落下可能、守りと攻めどちらにも強力な武装、特化のドラグーンシステム、N で正面に拡散ビーム、横で左右打ち分け可能、移動読みに打っていこう、格闘 CS で射出、相手を取り囲んで拡散するビームを打つ、引っかかりやすくて牽制や一緒に攻めたりなど、特殊でレッドフレーム呼び出し、 N でガーベラストレート投擲、追撃に横で突撃、たまに2段目外す、前で射撃ガードを展開しながら突撃、着地保護や迎撃に射角度でプリシスが相手の左右に取り付いてから突撃、展開中は使用不可能、サブが生命線の機体、ある時は少し強気に戦っていこう、ノジルポイントはサブ S 覚醒、雑にメイン連打が強いの楽しいんだよね。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。あと再戦実況も出しているのでよかったら見てね。それでは、オーバーブースト超雑機体解説ヒルドルグ、操作難易度が高すぎる戦車、2つの形態があり変形しながら戦う、モビル形態、メインとザクマシンガン、両手でマシンガン撃つ、範囲が広い、近距離の迎撃や押し付けに、この形態の時だけ格闘を使うことができる、大きく移動する横格闘などでパネルを回避したりなど機動力を補う、タンク形態、格闘がなくなりメインの武装変更になる、焼夷榴弾、爆風が大きく炎上スタン、 AP 弾、高弾速で着地取りや硬直に打つ、三段、三連射可能、迎撃や牽制に、ブースを長押しすると超新地旋回、ズサキャンや曲げ打ちができる、他には共通で撃てるサブや誘導切りを付与するスモークを使い戦っていく、射撃武装が強力で撃てるときは強い、相手の攻撃を回避するのが本当に難しい、脳汁ポイントは頑張って弾を当てたとき、ほんと嬉しくて泣いた、マジ辛かった。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。あと対戦実況も出しているのでよかったら見てね。それでは、オーバーブースト超雑機体解説ザクスリー回、次元強化で暴れ倒す2000コスト、サブのビームキャノン、 N で単発ビーム、
横で2連射、2発目が大きく動いて使いやすい。当たるとスタン、特殊のハイドポンプ、当たると爆発する機雷を設置、自衛や格闘カットに便利な武装、格闘施設で次元強化の強化人間の力、機動力向上、サブが2発に増加、そしてヤバすぎる前格闘を追加。この前格闘がとにかくすごい。スーパーアーマーがあり相手を掴みに行く。メインとサブからキャンセルで使える。伸びと攻撃判定が広くとにかく強い。近距離で迷ったらとりあえずこれ。出し切った後に格闘キャンセルができるため、オーバーヒートでもコンボを完走することができる。耐久が259以下になると永続強化に。この時間が本当に楽しい。やりたい放題な前格闘で全てをぶち壊す。射撃戦も優秀なサブのおかげで不自由がない。脳汁ポイントはなんとかなれ前格、これが全て解決してくれる。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。あと対戦実況も出しているので、よかったら見てね。それでは。オーバーブースト超雑機体解説オーベロン。インテリメガネと中二病を行ったり来たりする2500コスト。特殊の急速変形、 N で射撃しながら直進、横で旋回しながら射撃、下で交代する。特化のメッサーラグラスティン呼び出し、 N で射撃しながら直進、レバー L で突撃。変形の機動力がよく使いやすい。これで自衛をして次元強化を待つ。格闘施設でメッサーラグラスティンと合体。強化中はグリプスの呪縛が発動、範囲内の相手の機動力を落とす効果がある。変形がなくなり武装が強力になる。特殊の移動値、 N で突進しながら射撃、突進速度が速く奇襲や着地取りに。レバー入れで回転射撃、上に少し上がってから射撃、あがきや自衛に。サブのシールド内蔵拡散メガル手法、発生が速くでかい。着地取りはもちろん押し付けにも強力。下格闘のプレッシャーや太いメイン、射撃施設の遠隔射撃なども強力で強い武装が揃ってる。通常時をどれだけ耐えれるかが課題。強化になってしまえば雑に強い。ノズルポイントはデカすぎ勝者。縦からこんなのよく出るな。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。オーバーブースト超雑機体解説ゼータガンダム。体をみんなに貸して超パワーを発揮する2500コスト。いつもの3連射メイン、手動リロード可能。サブのグレネードランチャー、2連射する実弾、メインからキャンセル可能。特殊のハイパーメガランチャー、弾が大きくて高火力、弾数が2発。特化のメタス、 N で乱射、レバー入れで突撃、メインで落下できる。射撃はいつもと変わらず使いやすい。新しく射撃から特殊で急速変形が可能に。これがすごい便利。変形メイン、当たると強力け、牽制や置き打ちに。変形サブ、変形解除をしながらグレネードを2連射、誘導切りあり、メインで落下可能。変形特化、相手に向かって射撃をしながら突撃、奇襲や見られてない時に格闘にキャンセル可能。変形の燃費が良くてすごく動きやすい。通常の立ち回りに組み込んでしっかり立ち回っていこう。脳汁ポイントはデカすぎサーベルとプレッシャーからのスイカバー。気持ちよすぎるこいつ。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。あと対戦実況も出しているので、よかったら見てね。それでは。オーバーブースト超雑機体解説ガンダムフラウロス。優秀な射撃を豊富に持ってる2000コスト。メインのマシンガン、14連射可能。キャンセル先が多くて使いやすい。射撃施設のレールガン、誘導のいい実弾を撃つ。牽制や弾幕に。サブのロングバレルレールガン、日本の実弾を撃つ。高弾速で範囲が広い。追撃や着地取りに。特化のアシスト、 N でランドマンロディ、小さい実弾を撃った後に何か投げる、かわいい。レバー入れでクッション、射撃ガードを展開しながら突撃、当てるとダウンまで持っていってくれる。特殊のギャラクシーキャノン、中古補正がよく高弾速、任意の方向に動いて撃つことが可能。着地取りやメインからの押し付けなど、地面にいる状態で撃つと性能が変化。ロック距離が無限になり2発の実弾を撃つ。遠距離から着地取りや硬直に当てたりなど。迎撃には射角とのタックルが判定が強くて便利。マシンガンで動かして特殊や CS を狙っていく。シノが元気に喋ってて楽しい。ノジルポイントはスーパーギャラクシーキャノン。これ当たるとおかしくなる。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。あと対戦実況も出しているので、よかったら見てね。オーバーブースト超雑機体解説エンドレスワルツウィングゼロ。ロボだとは思えない羽が生えたガンダム。メインのバスターライフル、移動しながら撃てる照射、重厚補正、弾速が優秀。発生が少し遅いので注意しながら撃とう。サブのトールギ3、 N で照射を撃つ、自己狙いや自衛に。横で回転しながら3連射、とりあえずこれでいいくらい優秀。前で格闘攻撃、当たると2段格闘、近距離で強い。特殊のツインバスターライフル、爆風の起きる照射を撃つ、発生が早め、追撃や着地取りに。特化で飛翔、 N で誘導切りしながら上に。レバー入れで2位の方向に移動、ダッシュ中に使うと挙動が変わる。今回から着地してからリロードを開始するように変更。そしてすごい強い横学、何が強いか分かんないけどめちゃくちゃ強い。メインの発生が遅くなったから頼る場面が多い。急降下する下格闘や誘導切りを付与するゼロシステムをうまく使い、戦場を優雅に動き回ろう。脳汁ポイントはエレガント前派生、これかっこよすぎる。最高やほんと。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。あと対戦実況も出しているので、よかったら見てね。それでは。